リードリアンは、イングランドのコベントリー出身のシンガー。グラインドコアバンドのナパームデスに1987年から1989年まで、在籍し、スカム、フロム・インスレイブメント・ツー・アブリターション、メントリーマーダードの3作に、ボーカリストとして参加。チャック・シュルデナーや、ビル・スティアーラと共に、初めてですグラント・スタイルの歌唱法を使用した、人物の一人として知られている。 ナパームデスだった後の1989年、カテドラルを結成。ホレスト・オブ・イーキリブリアムをリリース。セカンドアルバム、ザ・エーテル・ミラーからは、ストーナー・ロックの要素を強めるなどした。さらにライズ・ア・バブレ・コーズを設立し、エレクトリック・ウィザードや、オレンジ・ゴブリンといったバンドの作品をリリースしている。また、デイブ・グロールのサイドプロジェクト・プロバート、 三王のメンバーとのティース・オブ・ライオンズ・ルール・ザ・ディバインに、ボーカルで参加した。2011年2月、カテドラルは、自作で解散することを表明。そして2013年、最終作、ザ・ラスト・スプレアがリリースされた。その後、カテドラルの最後のメンバーである、ギャリー・ゼニングスとスコット・カールソン、そしてレコーディングエンジニアのハイメ・ゴミス・アレラーノが、加わった。 ハードコアプロジェクトセプテックタンクを立ち上げている。ナパームデスに加入し、ボーカルをやる際に影響を受けた人物として、ディスチャージのケルビン、キャル、モリス、アンチセクトのピート、エクストリームノイズテラーのディーン・ジョーンズ、そして、日本の GISM の横山咲美を挙げている。ありがとうございます。